こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ダークラッシュロワイヤー、やっていくよ。俺ね、ちょっと待って、はい、オケマル。ドズルさんの、ゴレペッカデッキの動画を見て、さらに自分なりに改良した、ミニペッカとスケルトンを入れたデッキ。これがマジで強い説あるよ。トロフィーが4000まで下がってたんですよ、私。そっから、ほぼほぼ一気に、まあ、約4700に持ってきてる。で、今回は4700かかってる戦い。まあ、1000ぐらいしかしないと思うんだけど、動画的にね。いやー、これがかなりのゴリ押しなんだけど、ゴリ押しの重量デッキなんでもかかわらず、ゴーレムさんがいるんで、ビンビンのオタツタワーあんじゃん、なんだっけ、インフェルノタワー。あれが来たとしても大丈夫と。いうところをね、あるんで、やっとね、いいデッキに巡り合えた。いくぞ。よろしくー。まあ、トロ体的にね、いいじゃん、最初っから。まあ、11、12が一番多いっすね。いきましょう。よろしく。そうすると左側か、おー、あれあれあれ、まあそういう感じですか。なるほどですね。はい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 。さあ、どうね、アタッカーを組み込んでくるのか。俺はペッカ、ここでペッカ。なるほど、はい、ここね。はい、これはサクッと、はいはい、これ届きましたね。まあまあ、これはこれで OK です。で、この状態になったら後ろから、このね、この人を出すと。さらに言うなら、これも出すと、ミニペッカも。よしよし、タイミング OK、 タイミングかなり OK、 かなり OK、 丸 OKOK、 かなり OK、 かなり OK。 ほらほらほら、あ、え、まあ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 、 I'm loving it。 はい、これで左はもうロケットの圏内ですね。じゃあここでやりますよ、私。置いちゃった一回。あ、仲間だな、へへ、仲間だな。まあ右上から来るだろうね、やつが。さあ、攻めていくよ。ここでよろしくね。おお、そっち攻めてくる。攻めてあなたの中ではってやつ。はい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 、なるほどね。なるほど。テレレンテレレン。なんだかんだここで、まあ、彼もこれかなり攻められるんじゃない。攻めるんじゃないですか。こっちを落としてね、こっちをペッカで入る、いいんじゃないですか、これ。なんならここでビビドラ、ビビドラからのどうすか、これパンケーキでスケルトンでガード、どうですか、これ。いいんじゃないですか、これね。え、これなかなかいいんじゃない。これでペッカ出してまたガードすると、しかるべきガードを、デビドラのガードをさらに。いいんじゃないですかねえ。ちょっと攻められてはいるけど、オケマルね、そういうことですよ。ナイスゲーム。まあ、ちょっと格下ではあるけども、金の宝箱、いいじゃん。というわけで、このゴリ押しですけども、いやー、私ね、かなり気に入ってます。先日ミニペが、まあ、情報修正されたというところでね、かなり使いやすくなっているところなんですよね、多分ね。あんま詳しくないんですけどね。はい、そんなわけでクラッシュロイヤルまだね、楽しんでいますんで、ぜひぜひ皆さんもね、楽しんでいきましょう。以上、キーコさんでした。スプーンファイトナイトアフェア。